マンスール・バーラミはイラン・アラーク出身の男子プロテニス選手。当地が生んだ最高のテニス選手で1989年の全仏オープン男子ダブルス準優勝者。彼はイランの選手という困難な境遇もあり、大規模なトーナメントの出場機会に恵まれなかったが、現役選手時代はコートの魔術師と呼ばれた。自己最高ランキングはシングルス192位。 ダブルス31位。ATP ツアーでシングルスの優勝はなく、ダブルスで2勝を挙げたが、準優勝が1989年全仏オープンを含めて10度あった。バーラミはイランの貧しい家庭で育ち、テニスのボールボーイの仕事がきっかけでこのスポーツに親しみ始めた。彼には自分のラケットを買うお金もなかったため、家のフライパンを回したり、 ゴミ箱を砂取って自分でラケットを作りながら独学でテニスを覚えたという。後にプロ選手として見せた華麗な技術はこのような創意工夫から生まれたものである。彼の少年時代はパーレビ国王の時代であり、1974年に18歳で男子テニス国別対抗戦、デビスカップに初出場したが、間もなくイランイスラム革命が起こり、1979年に イランイスラム共和国が成立した。革命の影響で当地におけるプロスポーツが全面的に禁止されたため、バーラミはイランを離れてフランスに定住し、以後は活動の拠点をフランスに移した。バーラミがプロテニス選手として最初に出場したトーナメントは1975年に古国イランの首都テヘランで行われた大会であったが、 前日の事情のため1978年から1980年までの3年間は全く試合に出場できなかった。ようやく1981年全仏オープンを足がかりに彼はフランスで活動を再開する。1986年からバーラミのダブルスキャリアは軌道に乗り始め、この年に ATP ツアー大会のダブルスで3度の準優勝を記録する。 1987年にもダブルス準優勝が2度あり、ようやく1988年にスイスジュネーブ大会のダブルスで初優勝を果たした。そして彼の選手生活のハイライトとなった1989年全仏オープンを迎える。33歳になったバーラミはフランスのエリック・ビノグラ付きトッペアを組み、イランのテニス選手として 史上初の4大大会決勝進出を成し遂げたが、決勝ではアメリカペアのジム・グラブパトリック・マッケンドー組に4から6、6から2、4から6、6から7で敗れ、初優勝のチャンスを逃した。現在に至るまで、グランドスラム大会の決勝でプレーしたイラン人、テニス選手はバーラミ一人だけである。バーラミは、男子ツアー大会でのシングルス出場機会が限られ、 4大大会のシングルス出場は全仏オープンのみであった。彼のシングルス経歴は1992年で終わり、その後は1993年に創設された男子テニスのシニアツアーを回り始めた。ダブルスでは1995年9月のチェコ、プロステイオフ大会まで出場記録が残っている。イランは革命のためデビスカップからも長い間遠ざかっていたが、 1992年にようやくイランのデハイ復帰が実現した。1993年からバーラミも15年ぶりにデハイ復帰を果たし、41歳を迎える1997年までイラン代表選手としてプレーした。ありがとうございます。